皆さん、こんにちは。チンです。今回皆さんに紹介させていただきたい商品がこちらです。ジェットピンの ECR26 フラッシュライトです。これが本体です。本体の長さが 99mm です。ハンド部の直径が 26mm です。ボディ部の直径が 22mm です。正味重量が 55g です。ベゼル部が加工超面積ミラルガラスレンズを使用し、両面が反射しにくいコーティングをしました。LED はクリー XP の LED を使用しました。本体の素材がエアクラフトアルミ素材で、塗装がハードアナダイズと処理をしました。電池が2本の18650電池あるいは2本のCR123 電池を使用します。また、この ECR25 フラッシュライトが IPX6 防水機能及び 1.5m 高衝撃機能がつきます。次はこのフラッシュライトの照明パラメータについて紹介いたします。このフラッシュライトの最大照明距離が 155m です。中心部の最大高強度が6010キャンタラです。照明モードでは4コードがあります。CR123 電池を使用している場合は、タップコードが1080ルーメンで1時間の使用が可能です。ハイコードが240ルーメンで8時間の使用が可能です。ミッドコードが75ルーメンで30時間の使用が可能です。ローコードが2ルーメンで250時間の使用が可能です。また、18650電池を使用した場合、タップコードが950ルーメンで最大2時間の使用が可能です。他のハイコード、ミッドコード及びローコードが CR123 電池を使用している場合と同じです。次はこのフラッシュライトの使い方について紹介いたします。このジェットピンの ECR25 フラッシュライトが、全ての操作がこのサイドスイッチで、このマークがついているサイドスイッチで操作ができます。このサイドスイッチを2秒くらいを中を押すとライトオンになります。コードの調整がそのままで、サイドスイッチでクリックして、一回クリックして調整ができます。最初はタップコードで、もう一回押すとハイコードで、もう一回押すとミッドコードで、もう一回押すとローコードになります。また、ライトオンの状態、あるいはライトオフの状態で、サイドスイッチを2回クリックすると、ストロボモードになります。ストロボモードでもう1回クリックすると、照明モードに戻ります。また、ライトオフをしたいときが、もう1回サイドスイッチを2秒くらい押すと消します。今消した状態でもう一回サイドスイッチを2回クリックすると。ストロボモードになります。またもう一回押すと照明モードになります。以上はこの ECR26 の使い方について紹介が終わりました。また、
この ECR25 フライトライトが充電することができます。18650電池が入っている場合、ここに充電口がありまして、下から開けます。で、付属品にあるのこの USB 断線で充電ができます。また付属品として交換用のゴム管と交換のスイッチのボタンも入ってます。以上はこのジェットピンの ECR25 フラッシュライトについて紹介が終わりました。皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。またねー。